あ、ごめんごめん、のんたんから電話来たから、放送切れちゃった、ごめんね。のんたんから、風船プレゼントありがとう。のんたんから電話来て、それで切れちゃいました、すいません。彼女大丈夫かな。あれ歩いてきてんじゃん。あれあれ、のんたん大丈夫？怪我してない？何もされてない？大丈夫？帰ろう。寒くない？寒いよね。なんだって？なんか場所行ったらね、もう寝ないよって言われてね。降ろされたの？もう帰れって。ひどいな。こんな寒いのに。大変だったね。帰ってねえよ、よかったよかった。何もされてない？寒い。空綺麗だね。ここ空広いね。車を降ろされたんだって。なんか今いる場所言ったらもう帰りなよっつって車を降ろされたんだってひでえやつだな本当にどんだけ自由なんだよ。送るよとか彼氏来るまで待つよとかねえのかよいや、望みだから、のんたんがコメントで今いる場所打ったらなんかもう帰っていいよみたいな釈放されたらしいよ、ゆっくり休むよ。リスナーさんに電話と LINE した。ああ、ありがとう。かっちゃん、ありがとうね。あったかい飲み物買おうか。もらったの？アメとムチでヤクザのやり方だよこれでもうもらったの。一人で帰ってきた、この格好で。ちょっと待って。パジャマにジャケット着てるこの格好で一人でとぼとぼ川沿い歩いてきたから。大丈夫だった？大変だったね。家出少女みたい家出少女の格好でしょ、昭和の。そしたらのんちゃんにキレられた。大変だったね。のんちゃんくっそへこんでる洗脳されそうになったなんか買おうかな。レッドブル180円だって。今飲んだら寝れなくなるかな。何がいいかな。なんか寝るときポカリあんま好きじゃないんだよな。風邪ひいてるときとかうまいけど、なんかあったかいのココア、コーヒーかな。モーニングショットだね、この時間だから。やめてよ、モーニングショット飲むわ。やめなさい。いいの。これあったかいからそっちの手握ってな。手温まるから。寒いし眠いよ。何時だと思ってんだよ。俺働いてんだよ生主だけやってね、プラプラやってるやつとちげえんだよおしるこじゃない、モーニングショット。いや、キャラ濃いよな。優しい、普通だね別に、いろんなことがあったね。しょぼーんってしちゃった気にしなくていいや別に、うん、あいつはパワー強いから、パワー系だから、うん、うん、ありがとう。お風呂入るよこの後。俺は飲んだら風呂上がりだもんね。大丈夫だよね。いやー大変だった。うん、一気に老けた。そりゃそうでしょ。普通に雑談だけやって帰りたいのにさ、バカに煽られるわ。望みは家に来るわ。こっちこっち。ゆっくり寝ましょう。ありがとうね、みんなご心配おかけしました。家に着きました。寝ます。おやすみなさい。釈迦が心配してるよ、のんだん。釈迦、大丈夫だよ、のんだん帰ってきたよ。よいしょ。すげえパワーだね。うん、おやすみなさい、みんなお疲れ。心配かけました、いろいろ。のんちゃん無事に帰ってきたんで。どうした？おやすみみんな。てるちゃんぴん来んなよ、今日疲れてるから。めんどくせえから来んなよてるちゃんぴん。なんか和道の家に行くとかいうタイトルでやってたらしいけど、警察呼ぶから普通に。おやすみ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。